中は大丈夫かな。部品交換で済みそうだ。痛くしないから安心してくれよ。たまにはメンテナンスしないとね。さあ、ここに寝て。そうか、今日は ああすまない。レディー置いてけぼりにするなんて。それじゃ、始めようか。よし。いつもの可愛い子ちゃんに戻った。またよろしくな。今ちょうどこの町でお祭りが行われていると聞いてね。少し様子を見てこようと思ってさ。ははん。Bよ、同じ男ならば皆まで言うな。それなら一緒に来るかい？ん？なんだ？やれやれ、品位も何もあったもんじゃないな。たまに剣を振ろうと思った時にこれだ。っていうか、あれ？俺見くびられてる？まあ、怪我しない程度に頑張るさ。任せてくれ！ここからが勝負。って、絶好調！悪あがきはよしなよ。よーおしまいっと。はっはっはっ、いくぞ。おしまいっと。おしまいっと。怪我はなかったかい？しばらくぶりで鈍ったかな。やれやれ、これじゃまたどんな言葉を言われることやら。恐ろしいな。な、
レディーたちの声援には応えたいところだけど。B、ここは退散するとしよう。みんな。おい。まあまあいいじゃないか。それより B もなんか飲めよ。うん、リンゴジュースがあるぞ。お？ああ、残念だが、それは勘違いというやつさ。うん。ああ、そんなこともあるさ。気にしないでくれ。俺は剣士だと名乗った覚えはないさ。俺は旅芸人のヘルナルだろ。だから嘘は言っていない。あなた、いやあ、子猫ちゃんたち。俺は旅芸人のヘルナルさ。気軽にヘルナルって呼んでくれ。可憐な女性におごらせるような真似はしないさ。マスター、こちらのテーブルに上等のブドウ酒をもらえるかい。うわあ、そんなに引っ張らなくても俺はここにいるさ、慌てん坊さんめ。まあ B、 たまには男同士の付き合いもいいもんだろ。姉ちゃん、もし、おっと、そんな風に言われてしまっては隠しようがなくなってしまうな。ん？ご婦人、その話はそこまでにしといてくれるかい。仲間には俺の口から話したいこともある。おやまあ。そうだな。少し場所を変えないか。もうここはおいとまするとしよう。マスター、会計を頼む。
数年前に亡くなった剣豪、俺にそっくりだって言ってただろ？俺の親父のことさ。え？あ、死んでる。もう何年になるんだっけな。今日は、特別な日でね。少し昔話をしようかな。まあ、ただのザレ事だと思って、軽く聞いてくれよ。俺にとっての親父ってのは、おっかない存在でね。口数少なくて、何考えてるかわからないし、珍しく話したと思えば、俺へのダメ出しなんかでね。いつも、何を言われるかヒヤヒヤしてたものだよ。へぇ？ああ。ただ、だからこそ、親父の、その誰にも並ばせない絶対的な強さに、純粋に憧れたものさ。痛いけなヘルナル少年は、いつしか親父に並ぶ剣豪と呼ばれる日を夢見て、必死に毎日剣を振っていたわけだ。武道大会や、剣道大会とかにも参加して、一応、優勝したりね。まあ、ヘルナル少年は、そういう大会で優勝すれば、親父に褒めてもらえると思っていたからね。いや、とりあえず、褒め言葉をもらったことは、一度もなかったよ。え？他の大人たちは褒めてくれたんだよ。父の才を受け継ぐ立派な息子。だってね。ただ、親父だけは認めてくれない。それが怖いのなんのって。というより、不器用なだけだったのかもしれないな。そうそう、ちょうどその頃に、相棒の踊り子と出会ったんだよ。へぇ？まあね。だから、彼女とはいろいろあるのさ。でもよ！それに、まあ、聞いてくれ、B。彼女と出会ってからは、彼女と過ごす時間が増えた。互いの才を認め合っていたんだ。俺は、彼女の舞に魅了されていたし、彼女は、俺の剣の扱いを偉く気に入ってくれてね。そこで、初めて俺に演武というものを教えてくれたのが、彼女だったんだ。稽古終わりに、親父の目を盗んでは、彼女とやる演舞の楽しさに没頭して、充実感というものを初めて得たんだ。その一方で、剣士として名を上げなきゃならないという使命感に駆られ、親父に認められようと必死な頃でもあった。
そんな頃、ある剣道大会に審査員として親父が出ることになった。俺はそこで優勝を挙げられれば親父に認められるチャンスだと踏んだんだ。ここぞとばかりに頑張ったね。壇上から見つめる親父に俺の全てを見せつけるようにさ。どういうことですか？満足しています。父上が審査員として参加された大会での優勝です。これは父上が私の日々の鍛錬の成果を認めてくださったということですよね。なぜ父上はお認めくださらないのです。私の何がいけないというのですか。父上に並べるよう日々鍛錬に。おい、辛いだろう。もう泣いちゃわない？そんなこと言われたらさ。それからなんだか自分が何のために頑張るべきなのか道を見失ったっていうのかな。剣の稽古をサボるようになってろくに家に寄りつかなくなってね。というより稽古に行かなくなってから親父の反応を知るのが怖くて家に帰れなかったってのもあるんだけど、けどそんな日々を過ごす中でも唯一彼女との演舞だけは目を背けることができなかったんだ。ヘルナル、あ、どういう意味だい？やれやれですわ。あなた？すまない。けど俺はどうしたらいいのかわからない。そんな気持ちで演舞を選ぶべきなのか。私は
と、まあ、そんな風にして、俺は剣の道も演武の道も失ってしまったわけさ。おいおい。そう。だからその後、俺は故郷を出て行方をくらませたんだ。誰一人知る人がいない場所に身を隠すようにしてね。まったく、困った子供だろう。その直後だったよ。親父が死んだのは。早くしないと、ルトニーが危ないのに。どうして見つからないんだ。クソ。レディを救うことができない、そんな僕が王子様になれるわけがない。僕は無力だ。もう無理なのかな。そんな。団長、ルリア、そうか。あの時、王子様が僕に言ってくれた言葉。いや。あ、はい。ありがとうございます。うん。あの、待ってください。王子様、私も。
たいなかっこいい王子様になれますか？ああ、そうだそうだよ、諦めるわけにはいかない。僕は王子様になることを諦めないし、ルトニーを救うことも諦めない。絶対に。ありがとう、みんな。君たちのおかげで大切なことを思い出せた。それじゃあ、ああ、なんとしても二人が結婚する前にルトニーを助け、そうだ結婚だ。式の会場を探せばロラたちを見つけられるかもしれない。なるほどな。ああ、いえ、この程度なら。ん？アンジェさんたちが言ってたこと。ああ、あ、いえ、その、今になって冷静に考えると、ブー、そういうわけじゃ。いや、ルラス様。いや、おい、アンジェさん、ご
めんなさい。団長、時間がない。全力で向かおう。団長ですね。日の光を浴びてどうか心。おい。そのなあ。よし。はい。その結婚、待ったー！の？レディの涙を拭いに来た。ただ、それだけさ。アンジェさん。その様子だと、本性をルトニーに見せたな、ロラ。ルトニーは、お前を心から信じていたんだぞ。なのに。いや、待て、ロラ。貴様にもう一度決闘を申し込む。なんだと。貴様のような奴が王子様であるはずがない。偽物であることを証明してやる。はあ？ああ。大丈夫さ、ルトニー。心配しないで。必ず勝つから。僕は諦めない。必ずレディの涙を拭うんだ。
さあ降伏しろ偽物め。ありがとう、団長。気にすんなって。星のきらめきを。ありがとう。一瞬の油断は命取りだよ。すぐに終わらせよう。アンドリー、私の追跡。アセルマ、コープラ、必ず君たちの背中は私が守る。お飲み物はいかがでしょう。お客様を迎えましょう。木陰で涼むとしましょうか。祈る余裕は与えん。ヒューネラルブリッド。きれいきれいや。日の光を浴びてどうか心穏やかに。くそ。ロラ、お前を守る者はもういない。降伏するんだ。それと誓え。二度とレディの前に現れないと。そして王子様を二度と語るな。アンジェさん、本当にありがとう。気にしないでくれ。レディ、あなたが無事ならそれでいい。アンジェさん、あなたは私にとって、本当にありがとう。僕の方こそお礼を言わせてほしい。君と出会えたおかげで大切なことを思い出せたんだ。本当にありがとう。あ、やっぱりアンジェさん。どうして？だってアンジェさん、そんなことないよ。それにこれは勘なんですけど。それはごめんなさい。王子様なんて。
それは違うよ。絶対にいる。王子様はルトニーだけの特別な王子様はね。いつか出会えるさ。ありがとう。ルトニ、また会おう。はい、いつでも会いに来てください。それとアンジェさん、僕だけの王子様か。団長みたいな人ならいいんだけどね。団長、今回は助かったよ。これからもよろしくね。よし、頼んでたもんは全部揃ってんな。それじゃ帰るとするかな、メガネの兄ちゃん。で、あるからしてこれらの示すところは。おーい、メガネの兄ちゃん、ダメだ、また本に没頭してやがる。やれやれ、来る前によろず屋に頼んでる本があるって聞いた時からこうなると思ってたぜ。アルタイルさん、シュロさんが私忘れてたお手紙があるって。このような事態に至ったのがひとえに。あ、うーん、本を読むのに集中しちゃってますね。仕方ね。その手紙は一旦オイラたちで預かろうぜ。聞く亭に戻ってから渡せばいいだろう。そうですね、そうしましょうか。メガネの兄ちゃん、手紙はちゃんと読んだか？ええ、すでに目を通しています。その説は失礼しましたね。あ、いいえ、このくらい大丈夫ですよ。お、でもお返事を送るならまたシェロさんのところに行かないと。返事？いや、直接先方に出向くことになりそうです。急ぎの用事か？だったらグランサイファーで送ってってやるよ。そうですね、いいですよね。それでどこに行かなくちゃならねえんだ？複数の商家が集まって作られたエピスという国です。エピス？エピスは私を軍師として迎えたいようですね。軍師として迎える？それってよ、
引き受けるにしろ引き受けないにしろ一度は足を運んでほしいそうです。団長殿、お願いできますか。アルタイルさん、気空弾を抜けてしまうんでしょうか。メガネの兄ちゃんどう考えてるんだろうな。今日終了。みんな大事な。そういやメガネの兄ちゃんは気空弾に来る前はどこの軍師だったんだ。ああ、そういえば話したことがありませんでしたね。全空のすべての書物を集めることを目的とする大図書館、英知の殿堂を要する国、スフィリアです。スフィリアに仕えていれば英知の殿堂に行きやすいので、なかなかいい職場でしたよ。さんにとってはすっごくいいところですね。あれ？でもそれなのにスフィリアの軍師を辞めちゃったんですか？王位継承者が亡くなったことで宮廷では権力争いが始まり、私も巻き込まれそうになったので。なるほど、大変だったんだな。ええ、大変でしたよ。何せ読書の時間が減ってしまいましたから。やっぱりポイントはそこかよ。まあオイラたちはそのおかげであんたが仲間になってくれて助かってるけどさ。自由に様々な場所へ赴ける気空弾というのも私に向いていると思っています。英知の殿堂は素晴らしい図書館ですが、未だ所蔵できていない本も数多く存在しますしね。さて、また魔物と出くわすまでよろず屋さんで受け取った本を再読するとしましょうか。たく、いつ魔物が来るかわからねえっていうのに相変わらずの本の虫っぷりだな。本当ですね。でもここで読んでたら体が冷えちゃいます。甲板で見張りをするんですよね。温かいお茶を入れてきますね。やります。ここも勝てば官軍状況終了。みんな大事ないか。それで銀の軍師殿、我々からの頼みについてどうお考えで。エピスが持つ数多くの販路、
そして正体を守る護衛兵たち、彼らの取りまとめ、そして護衛隊の差配を頼みたいとのことでしたね。ええ、その通りです。あなたのお力があれば我々の商売も安泰です。アルタイルさん、やっぱり。メガネの兄ちゃんがそうしたいなら仕方ねえのかな。うん。賃金に加えて我々商家が提供できる書物を最優先で銀の軍師殿にお渡しします。いかがですかな、お考えいただけませんか。そうですね、ひとまず私が預かるかもしれない護衛隊がどの程度の実力を持つか確認したいですね。もちろん、気になることがあれば何でもお試しいただければと。ありがとうございます。団長殿、模擬戦に付き合ってください。さて、動きやすい服に着替えたところで始めるとしましょうか。好機一すべからずということです。この好機逃がすものか。勝利へ導いてみせましょう。さすが団長ですね。アンズロイ、私がついている。アセルモ、好機は必ず。君たちの背中は私が守る。お客様を迎えましょう。木陰で涼むとしましょうか。お飲み物はいかがですか。やるかな。です。護衛兵たちを寄せつけぬ実力。気空団の方々もぜひこのエピスに。失礼。そのお話の前に私の見解をお話ししてもよろしいですか。これは失礼いたしました。拝聴します。まずエピスの護衛兵が全てこのレベルであるのなら実に高い水準だと言わざるを得ません。まさに多士精製、見事なものです。おお、ではそれだけに私が加わる意義が見えませんね。打足と言わざるを得ない。彼らを運用するのであれば私のような軍師ではなく。彼らの訓練、出撃、休暇などのスケジュールを管理する事務の方を雇った方がいいでしょう。そうでしょうか。検討はしてみます。というわけですから、今回のお話はお断りします。待たせましたね、団長殿。飛空艇へ戻りましょう。まだ再読も途中ですしね。ドキドキしてたってのによ。あっさりしたもんだぜ。ドキドキ？なぜです？なぜって、
ガネの兄ちゃんらしいっつうか。アルタイルさん、いいんですか？珍しい本がたくさん読めるかもしれないのに。おや？ルリアは私が気空団を去る方が良かったんですか？そんな違います。私はアルタイルさんが気空団にいてくれれば嬉しいです。冗談ですよ、ルリア。いつも言っているでしょ、人の気持ちは戦術や戦法のように理屈では説明できないと。私は本が大好きですが、本を読む環境にもこだわりというものがあるんですよ。こだわりですか？ええ、そうです。居心地がいいというのは大事なことですからね。よう見ろよ、いい天気じゃないか。まるで俺たちの門出を祝ってくれているようだな。そういえば俺たち長い付き合いだよな。でもお前とはとうとう今日まで拳で語り合うことができなかった。それだけが心残りだぜ。いや、謝るのは俺の方だ。俺が未熟なばかりにお前は拳を出せなかった。そうなんだろ？そこでだ、俺はもっと強くなる。この拳一つで空中の強敵と語り合ってくるぜ。大丈夫だ、次に会うその時こそお前にその拳をつかせてみせるぜ。何か言ったか？ああ、その日まで体に気をつけろって言いたいんだな。おう、たとえ拳を合わせなくてもお前の心ちゃんとわかってるぜ。じゃあな、またいつか存分に語り合おう、互いのこの拳で。今のは夢？こうはしてられないぜ！
おい！団長、こうはしてられない。あいつもどこかで拳一つで語り合っているんだろうと思うと、俺は負けてられないんだ。あいつと俺は拳で最強を目指す同志だ。強くなるためにきっと今もどこかで拳を振るっているに違いない。それは無理だ。拳で最強を目指す限り、俺たちは、立ち止まることはできないんだ。睡眠はもう十分か？よし、手合わせだ、団長！それで？さっきはすまなかった。あんたたちに迷惑をかけるつもりはなかったんだ。こう気が流行りすぎていた。あいつの夢を見たからな。しかし、俺はまだあいつと拳と拳で語り合ったことはない。というのも、俺が未熟だったからなんだ。あいつの闘争心に火をつけてやりたい。次に会った時にはあいつに拳を使わせてやると俺は誓ったんだ。でも、ああ、だけどいずれきっと出会うことになるだろう。求道者と相まみえるその時までにはきっと俺はあいつと拳と拳の語り合いを実現する。あんな夢を見たということは、俺とあいつの決着の時が近いという典型かもしれないからな。うん。というわけで団長、今日は依頼を受けに行くんだろう。早速魔物退治にでも何でも向かうことにしようぜ。見ましたか。
んだ。それは何の話だ。詳しく聞かせてくれないか。あんた、その とにかく そんな強い魔物がいるのか。いや、なるほどな。だが青少獣だろうが魔物だろうが、強い奴と戦える機会があるなんて願ったり叶ってるだぜ。それで、やりましたね。君はおしまいだ。勝負あったな。青空を仰ぎながらこう。だから。やはり今朝の夢はこういうことだったんだな。相変わらず。ここで出くわしたのも星の意志。そういうのなら、ひとまずここは話を聞こう。実はですね。
何？それはもしかして集落で噂になっているやつか。とてつもなく強いという魔物の噂を聞いたんだが。はい。でもまあ、そんなに強いやつがいるなら俺も俺の拳を試したい。おい、拳で語り合うのは魔物を倒した後だ。燃えてきたぜ。へー